はい、皆さん、こんにちは。こんばんは、コンコンです。今回は、先日入手することのできた新基地スキン、ハイペリオンに関して、徹底的にね、検証をしていきたいと思っております。で、まずハイペリオンの基本的な性能を見てみますと、大別してね、4つの効果を持っております。で、まず1つ目が、出撃兵士数増加プラス6っていう効果ですね。で、この出撃兵士数増加っていうのは、今まで架け橋っていうスキンが持ってる、まあ、固有の効果だったんですね。で、今回このハイペリオンは、この今まであった架け橋のプラス5に対して、1多い、プラス6っていう効果を持ってるんですね。ですので、この効果は多分ハイペリオンの一番目玉の効果で、結構ね、強い効果だと思います。そして2つ目が、野外進軍速度アップ 25% っていう効果で、これはね、今まで進軍速度をアップさせる効果を持つ基地スキンっていうのは存在していなかったので、完全にハイペリオンの固有スキルでございます。進軍速度を上げたいなって思っている方にとっては重要なスキルになっております。で、3つ目が、全ユニット攻撃加算、生命加算、プラス 10% ということで、まあ、これが、まあ、よくある、まあ、使用能力の、まあ、おまけの能力みたいな感じですね。で、4つ目が、所持能力の全ユニット攻撃加算、生命加算、15% という効果ですね。まあ、これは単純に強いですよね。持ってない人と比べて 15% の差がついてくるんで、これは非常にいいと思います。で、今回は、上2つの効果、出撃兵士数増加プラス6と野外進軍速度アップ 25%。この2つの効果に着目して検証をね、進めていきたいと思います。まあ、それぞれがどのくらい影響を持っているのかっていうのを実際に確かめていこうかなと思ってます。ということで、早速検証の結果の方に移っていきたいと思います。はい。ではまず、出撃兵士数増加プラス6の効果を見ていきましょう。で、私がハイペリオンを使って編成した部隊がこんな感じになっております。で、1スタック17ユニットあるものが7スタック分、そして1スタック16ユニットになっているものが2スタック分存在しています。で、ですので、ハイペリオンを使うことによって、まあ、1スタック分ね、16ユニットから17ユニットに増やすことができているという形になります。で、16から17に増やしているということは、まあ、6.25% のユニット増加があるということなので、まあ、ダメージアップもその分あるはずです。で、実際に16ユニットの時と17ユニットの時で攻撃力を見てみたものがこれになっております。で、16ユニットで攻撃した場合は 466B ですね、出ておりまして、17ユニットで攻撃した場合は 474B 出ておりました。ですので、ダメージの方もほぼ同じ 6.3% くらいのアップをしていることが確認できました。で、これが9スタック中、まあ、1つのスタックが 6.3% の攻撃力アップしておりますので、まあ、全体のダメージで言うと、まあ、9で割ってあげて 0.7% くらいのダメージアップが期待できるような形になっております。ですので、まあ、例えばね、ボスダメージで一撃 400T 出せるような人がいた場合、まあ、それがね、402.8T ぐらいに、まあ、上がると。まあ、それぐらいの効果が期待できるっていう感じですね。でこれがまあ、多いと見るか、少ないと見るかというのは、まあ、人次第っていうとこですかね。で、まあ、実際にはダメージアップだけじゃなくて、まあ、HP アップの効果も出ていますので、まあ、対人ではね、ちゃんと効果はある形になっていると思います。で、まあね、正直な感想を言うと、やっぱり橋を使った場合と比べて、まあ、兵士数1しか変わってないので、そこまで大きな差はないかなという感触はありますね。では、続いて、進軍速度増加の方を見ていきましょう。では続いて、進軍速度の方のね、効果を見ていきたいと思います。で、今回は4つの編成を用いて、ハイペリオンのね、進軍速度の効果を比較していきたいと思います。で、まず1つ目が、まあ、何の進軍速度のバフもつけていない編成ですね。それがまず1つ目です。そして2つ目は、その何の工夫もしていないものに対して、基地スキンだけハイペリオンに変えたもの。これが2つ目ですね。で、3つ目は、進軍速度。の、まあ、英雄スキルとか、テンプとか、そういったものをもうもりもり盛り込んだ、まあ、進軍速度極振りの編成ですね。これを3つ目。そして4つ目は、その極振りのものに対して、基地スキンもハイペリオンを活用したもの。で、この4つを実際に比較してみて、まあ、ハイペリオンの効果をね、見ていきたいと思います。
で、まず、何の工夫もしていない編成のやつなんですけど、で、何の工夫もしてなくても、VIP レベルでの進軍速度の向上とか、あと、基地に置いている装飾品の、進軍速度の向上が入りますので、こちらの効果だけが入ったものとなります。で、実際に、それらの効果はどんぐらい入っているのかっていうことを確認してみますと、私の環境では 75.6% ですね。そんだけの、進軍速度がデフォで入っている形となっています。ですので、ベースがこの 75.6% のマシング速度を持ったものという形になりますね。で、二つ目のそこにハイペリオンを追加したものは、それに対して 25% の進軍速度バフがつきますので、進軍速度増加 100.6% 入ったものが二つ目の編成となります。で、三つ目が、進軍速度極振りにしたものなんですけど、で、私の進軍速度極振りは、テンプと、スキルを、入れたものになっています。まず、テンプの方を見てみますと、まず、SSR の進軍速度増加のテンプが一つカウントしておりまして、これが 22% ですね。で、あと、SRAU の進軍速度のテンプ、二つカウントしておりまして、これが 12% が二つで、合計 24%。で、テンプ合計で、46% の進軍速度がついているという形です。で、スキルの方も見てみますと、進軍速度のレアスキルのレベル5が3枚ありまして、これが 12.5%×3 で、合計 37.5% ですね。で、ノーマルスキルの方はレベル5が2枚で、5×2 で 10%、そしてレベル4が1枚で 4%、すべてのスキルを合わせまして、51.5% のスキル効果があるという形です。で、最後にこのスキル効果とテンプを合わせまして、合計 97.5% の進軍速度が向上しているという形ですね。で、これを一番最初に言っていた、ベースの進軍速度増加と合わせまして、合計 173.1% の進軍速度増加がついているというのが、私の極振りの編成でございます。これが3つ目ですね。で、最後の4つ目が、それにハイペリオンを乗せたもので、さらに 25% 増加して、198.1% の進軍速度増加がついたものが4つ目の編成となっております。で、4つ目に関してはね、何もしてないものと比べると、大体約3倍ぐらい早いということで、数値から見てもね、かなり早そうだということがわかると思います。はい。では、この4つの編成に対して、実際にね、越境物資を前線に運ぶときのスピードを比較していきたいと思います。で、私のベースの基地から前線要塞まで、だいたい 310km ぐらいなんですね。それの比較をしていきたいと思います。で、まず、それぞれのかかる時間を見ていくんですけど、前線に物資を送るときって、見積もりの時間が出ないんですよね。なんで、近くにいるバトハンを招集をかけるふりをしてみまして、そこへ出てくる見積もりの時間を比較していきたいと思います。で、バトハンが324km ぐらいのとこにいたやつですね。で、それぞれ見てみますと、まず何の工夫もしていない編成ですね。こいつが、5分16秒。で、それに対して、ハイペリオンを導入したものは、4分37秒ということで、実質値ね、40秒ぐらい短縮できているということが確認できます。で、パーセンテージに直しますと、12.34% ぐらい高速化しているので、結構ね、効果あるんじゃないかなという感覚があります。で、続いて、進軍速度極振りの時を見てみますと、進軍速度極振りだけの場合で、3分23秒ですね、という見積もりが出ていました。で、それにさらにハイペリオンを乗せてあげると、3分6秒ということで、17秒ですね、短縮ができているという形になります。で、進軍速度極振りした場合でも、ハイペリオンを乗せると、8.84% の高速化ができているので、こちらもね、十分効果は出てるんじゃないかなと思います。では最後に実際に前線要塞に物資を送ってみるときの様子を見せていきたいと思います。で、まず何もなしのときとハイペリオンを導入した場合、それら2つを比較したものがこちらになっております。で、実際に見てみますと、結構ね、速度の差があることが見て取れると思います。で、基地までの距離を示している、数値があるんですけども、それもね、時間が経つにつれて、どんどんと数字が離れていっていることがわかりますので、やっぱりね、ハイペの効果結構出てるなということが見て取れるかと思います。そして続いて、進軍速度極振りしたものと、それにさらにハイペリを乗せたものの2つの比較はこちらになっております。で、こちらはね、進軍速度極振りした時点で結構速いんで、そんなにね、如実な差は見て取れないかもしれないんですけど、よくよく見てみると、こちらも距離の方がね、だんだんと離れていっているので、やっぱりハイペを使っ
っておくと結構ね、早くなっていることがわかるかと思います。ですので、まあ、実際の、まあ、かかる時間とか、この見た目のところとかを見ても、まあ、ハイペアやっぱね、結構効果あるんじゃないかなということが見て取れたかと思います。はい。ではね、最後に、まあ、実践編として、この最速の編成を使って補給線の方をトライしていきたいと思います。はい、それじゃあね、最速編成の部隊を使って補給線の方をやっていきたいと思います。で、まずは、比較のためにね、あえて、速度とか全然入ってない部隊で、やってみようと思います。はい。これは取れそうですね。はい。で、まあ、これぐらいの速度ですね。ちょっと近すぎましたけど、まあまあ、こんなもんかなっていう速度ですよね。で、今の状況は、装飾品だけの、まあ、バフがかかってる状態で、まあ、テンプとかね、スキルとかは全然入ってないような感じの速度です。で、まあね、何の、装飾品も持ってないような方と比べるとさすがにちょっとね早いと思いますけど、よし、それじゃあねこいつを狙っていきましょう。で、今送った部隊は、まあ、戦闘用には強いですけど、まあ速度バフとか全然乗ってないような感じですね。お、これ来てるけど来たな。お、行けましたね。で、まあこれぐらいの速度ですね。まあ、やっぱり補給だとかなりゆっくりとしたペースなんで、まあまあまあこんなもんかなっていう。まあ十分ね、後ろからでも狙撃は容易だろうという感じの速度です。じゃあね、最速の方を見てみたいと思います。で、スキンはもちろんハイペリオンで、部隊はもう進軍速度モリモリのね、部隊を送っていきたいと思います。これいけるかな。ちょっと遅いけど出してみますか。これですね。てかもうこんだけ遠いのに2分とかだったから、やばい、ちょっと加速しよう。よし、さあ、早くね、これ早くね、爆速ですよね、さっきのやつと比べると。いや、もうなんか狙撃される気が全くしないという。いや、これがね、皆さん、ハイペリオンの力ですよ。こんだけ速かったらね、いやー、すごい。なんか本当、下手な人の NPC 狩りより全然速いんじゃない？これ。ここで、距離的に、まあ、250ぐらいですかね。250キロで、まあ、2分ぐらいっていう。速っ。さっきのね、これ、近いはずですけど、こっち4分かかりますからね。こっち、あと1分30秒ですよ。早っ。いや、これがね、やっぱり苦労して取ったハイペリオンのね、力ですよ。まあもちろんね、英雄スキルのね、進軍速度増加とか、あとまあテンプの力とかもありますけど、それにさらにね、ハイペリオンの力が乗っていくので、これはなかなかね、もう最速王と言っていいんじゃないでしょうか。なんかちょっと実験もしてみたいよね。こいつを後ろから狙撃できるのかみたいな。これを狙撃しようとしたらどうなるんですかね。めちゃくちゃ遠くても時間が間に合いませんとか言われて弾かれちゃうんでしょうか。はい、や。いや、でもこれだったらなんかあれっすよね。県庁に物資を送った後でも普通に基地に戻ってくるのが早いみたいな感じで、相当ね、高速なローテで回していけると思うんですよ。いや、これはいいっすね。で、一番最初の部隊もね、あえて速度乗ってへんやつで送ったんですけど、こいつもね、ハイペを使えばちょっと速くなるんで、そういう意味で、まあ、全体的な底上げができるっていう意味でも、かなりね、価値は高いんじゃないかなと思います。いや、まあ、こんな感じでね、やっぱりハイペリオンちゃん、移動速度増加の効果はかなりでかいんで、まあ、特にね、補給線とかではかなり使えるスキンかなと思います。はい、ということで今回ハイペリオンを徹底検証してみるという内容でした。で、皆さんにね、これでハイペリオンの魅力伝わりましたかね。で、私としては、まあ、出撃兵士数増加の効果はもちろん、まあ、いいんですけども、やっぱりね、まあ、固有スキルである進軍速度増加、まあ、この効果はね、かなり魅力的かなと感じましたね。
で、今回ね、皆さんにご覧になっていただいたように、まあ、かなり速い進軍速度の部隊を作ることができますので、まあ、ぜひね、爆速を目指したい方は、まあ、ハイペリオンの獲得を狙っていただければなと思います。で、まあね、何より一番の価値は珍しいっていうところだと思うので、まあ、そこでね、ちょっとドヤ顔をしたいような方も、まあ、ぜひね、取得を狙っていただければなと思います。ただね、ちょっと一点だけ気をつけてほしいのは、なんかね、運営からメールが来てましたね。で、なんかポイントの獲得の仕様に関して、なんかまた調整を行うみたいな形らしいんですよ。なんで次回に関しては、もしかするとね、もっと戦闘寄りのポイント獲得の手法になってしまって、まあ、体力回復薬を持ってるやつが勝ちみたいな感じではなくなるかもしれないですね。なんでこの辺はちょっとまあどうなっていくのかっていうのは、いろいろ変化をウォッチしてから、まあ、冷静に立ち回っていただきたいですね。はい。ということで、まあ、今回ハイペリオを検証してみるという内容でした。では今回はこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまたねー。